マックス・エルヴィンフォン・ショイブナー・リヒターは、ドイツの外交官、政治家。国家社会主義ドイツ労働者党の初期の幹部。ミュンヘン一期の行動計画を策定したが、警官隊の銃撃によって死亡した。本名は、ルートビヒ・マクシミリアン・エルヴィンフォン・ショイブナー・リヒターで、あるが、慣例的に、マクシミリアンの愛称である、マックスの名で呼ばれる。 1884年1月9日、当時ロシア帝国の領土であった、リボニアのリガで、バルトドイツ人の両親のもとで生まれた。この頃のマックスは、リヒター星を名乗っていた。若い頃の彼は、学友会で科学を学んだ。1905年のロシア第一革命の混乱中は、ミリシアに所属したが、その時警備していた工場の娘マティルダ・フォン・ショイブナーと結婚し、 フォン・ショイブナーを生に加えた。結婚後はドイツに移り住んだ。1914年8月、マックスは戦時志願兵として第一次世界大戦に従軍した。その後、オスマン帝国のエルズルムに渡り、副領事として駐在した。この間、マックスはアルメニア人虐殺を目撃し、トルコ政府に抗議している。ロシア革命が勃発すると、 白軍に対し支援を行った。1918年、彼はドイツに帰国したが、この時、アルフレート・ローゼンベルクを伴っている。1920年3月、マックスはカップ一気に参加した。カップの政府で通信大臣の地位を得たが、クーデターはあっけなく失敗した。その後彼は逃亡し、ミュンヘンに潜伏した。1920年10月、マックスは、 アドルフ・ヒトラーに出会い、国家社会主義ドイツ労働者党の外交政策顧問となった。また、上流階級に人脈を持っていた。彼は、ナチス党が、ティッセン財閥から援助を受ける上で大いに力になった。また、後に、ミュンヘン一揆で行動を共にすることになる、エイリヒルデンドルフ大将とヒトラーの橋渡しも行った。さらにナチス党機関士となるフェルギッシャー・ベオバハター。 芝居集の仲介も言った。ホロコースト研究家の研究では、この間にマックスがアルメニア人虐殺についてヒトラーに話し、ヒトラーが後のホロコーストに関する着想を得たという過程が想定されることもある。1923年、フランスのルール占領に橋を発したバイエルン州政府とドイツ政府の対立の中で、 ナチス党を含む右派政党の団体ドイツ党総連盟はイタリアのローマ新軍に倣ってバイエルン州政府の掌握とドイツ政府の打倒を計画した。前段階としてバイエルン州政府掌握のクーデター計画が策定されたがこの主務者はマックスが務めた。1923年11月8日ヒトラーらはミュンヘンのビアホールビュールガーブロイケラーで バイエルン州政府の高官3人を軟禁し、ドイツ闘争連盟への協力を要請した。しかし3人は応じなかったため、マックスは説得のために、ルーデンドルフの出馬を仰いだ。ルーデンドルフの説得で3人は横抱したが、内心では反発していた。3人は、その後を帰宅すると言い出したため、ルーデンドルフがこれを許可した。 マックスは三人の解放に反対したが入れられなかった。三人は帰宅後直ちに鎮圧に回り、一気勢は窮地に追い込まれた。一気勢は状況を打開するため、デモ行進を行った。行進ではヒトラーが中心となり、マックスが右に、左に、ルーデンドルフが並び、腕を組んで歩いた。行進が、オデオニ広場に差し掛かると警官隊が発砲した。 マックスは胸に銃弾を受けて即死し、倒れた。ヒトラーは倒れるマックスに引きずられて倒れ、腕を脱臼したものの銃弾直撃は免れた。ヒトラーは、マックスの死を、取り返しのつかない損失と嘆いた。ヒトラーの著書である、我が闘争の第一部には、その日に死んだテオドール・フォンデア・プファード店・テクラウス・フォン・パペとマックスに対する献字が書かれている。ありがとうございます。